ダンサバイバーミュージシャンの浅井真也です。今回は脊柱側弯症の痛みで非常に不便な日常生活を送っておられた京子さん、メディカルアロマを使われてその痛みが消えたということで取材をさせていただきました。そしてアロマを伝えられたエミさんにも一緒にご出演をしていただいてます。今回のお話をお聞きいただいて、メディカルアロマについて興味を持ってくださった方はエミさんもしくは京子さんのインスタグラムの方、ダイレクトメールもしくはエミさんの公式 LINE の方からお問い合わせいただけたらと思います。いずれもこちらの YouTube 動画の概要欄の方にリンクを貼っておりますので、そちらの方をチェックしてみてください。エミさんと京子さんが子供をつながって、はい、そうですね、高校からつながってですよね。で、そもそもアロマを知ったのがどういう、あ、そうだ、はい、私が4年前にアロマを取り入れてて、もともと看護師してたんですけれども、看護師の医療現場を見たときに、はいみたいな感じで、薬で治ってないじゃんみたいな、まあ、いろいろ知った時にこのままやったらちょっとやばいなって自分ごとで思ったんですよね、うんうん、何かあった時に薬病院で頼ってる人たちが全然良くならないっていうのを見た時に安全なケアないかなって思って最初予防医療の勉強をしだったんですよ、うんうんうん、でそこから栄養とか、まあ、自然療法を学んで、で漢方とかもちょっと見たんですけど難しいで、私が勉強して学んでやったとしても特別なことしかできないじゃんと思った時に模索をしてたまたま出会ったのがメディカルアロマ、エッセンシャルオイルで出会ったんですよ、うん、でそこから取り入れたら生活が便利になって、うん、でも楽しい便利だけじゃなくっていざって時にもあってよかったと思う瞬間がめっちゃあったんですよ。京子さんに施術をされたのも施術というか、はい、最初、はい、まあ、発信を見てたっていう感じですね。あ、そうなんですね。で、はいはい、連絡をくれて、あ、そうですか。京子さんがもともとご病気やったっていう。そうですね。脊柱側弯症といって、うん、背骨がこう、前じゃなくてこの横に側弯してるんですね。 S 字になってる人もいてるんですけど、うん、私の場合 C になってるんですけど、それがちょっと日常生活に負担がかかってきて走ったりとかジャンプしたりとか妊娠とかにもちょっと影響が出るっていうものになってるんですけど、それはいつからレントゲンで側弯してるなっていうふうに言われたのは高校生の頃、たまたま心電図で引っかかって、うん、でレントゲンそれまで撮ったことなかったんですけど行ったらなんかすごいカーブになってて、うん、で側弯症ですねって言われたのがきっかけなんですけど、全然その時は症状はなかったんですね、うんうん、ただ、まあ、この10年いないぐらいで結構痛みが出だしてきて、はい、日常的になんかすごく辛いとかあるんですか？あ、辛いですね。長時間この状態座れないし、うん、飛行機とかも8時間乗るとか苦痛でした、うん、で当時痛み止め飲んで紛らわせてるっていう感じでしたね。でもそれでも効果は、まあ、気持ちはあるかなっていう、うん、毎日の生活でどんなことが支障があったの？まあ、買い物とかして持ってたらもうその後とかはもうちょっと一旦寝転ぶとか、うん、あと寝るのもマットレスとかそういうものにもよるかもしれないけど絶対背中痛くなってたんですね。だからそんな長時間寝れてなかったりとか、うん、あと呼吸も浅くなってるから、うん、だからそんな眠りも深くない状態でしたね、うん、それってなんか原因が分かったりはないんですか？原因は分からなくって、うんうん、10代の子供が結構なってることもあるらしくて100人に2、3人ぐらい、うん、それでなんか病院にかかったりとかはしたんですか？病院何回も行きました。あ、そうなんですか。何回も行って、うん、行ったんですけどやっぱり整形に行ってもここはこんだけだいぶ曲がってるねとか言われて電気とりあえず当てようかとかいうぐらいしか、うん、あと痛み止め出しとくねとか、うん、あ、そうなんですね。そうなんですよ、うん、で本当に息が苦しくなって病院行ったんですけど、うん、でも結局言われたのはとりあえず痛み止め出しとくねって自分の思いとは全然違った答えあって、うんうん、まあ、対処しかないわけですね。対処しかないですよ。そうです、うん、だからこう自分でこうほぐしたりとか、うん、あとはもう月に1回スパインセラピーやってもらったりしてるんで、スパインセラピーのスパインっていうのは脊柱っていう意味だそうなんですけど、うん、そこにアロマエッセンシャルオイルを、うん、もう垂らしてくるくるって塗るだけの簡単な施術なんですけど、でそれをやってもらったことで私の筋肉の張りとか骨の痛みっていうのが消えたんですね。しかもそれスパイセラピーっていうものがその側弯症に
関連するっていうのは全く知らなかったんですけど、たまたまスパインセラピーの施術の説明を受けに行った時に側弯症にもアプローチするっていうのが書いてあったのを見て、でやってもらったら骨痛かったんですね最初。けど何種類かあるもの乗せるんですけど、2種類目3種類目ぐらいで痛み引いた瞬間分かったんですよ。骨の骨って痛み止めとかを飲まないと痛み引かないんですけど、引いたんですね、アロマで。それに感動して、でそこからしばらく痛くなかったですね、骨の痛み、うん、何種類かのアロマを塗るって感じ。そうですね、うん、8種類あそんなぐらい、はい、を塗るんですね、1回に。そうです、そうです。あそんな、ここまで体感するものって今までなかったし、薬飲んだとしても痛みを抑えるぐらいしかないじゃないですか。引くとか瞬間が分かるとか、なんか今思い出しただけでもうわーってなるんですけど。そうですか。嬉しかったのがさ、やってる途中からその腫れてたのが収まってきてて、なんかやってるこっちもびっくりする。見てて分かるんですか？分かります、分かります。あ、そうなんですね。不安症でやっぱ諦めてた生活とか、ほんまやりたいけれども諦めてたことがいっぱいあって、ね、スポーツ一つにしろ、で終わった後になんか涙ぐんでて嬉しくて、なんかそこがすごく嬉しくって、今まで諦めたいなと思って、痛いからずっと一人で抱えてたんやなと思った時に、誰にも言わずに、その孤独があったんやなと思った時に、なんかすごい切なくて、そんな思い出たんやみたいな。なんか痛いだけじゃなくって、その背景に抱えてるものがこんなにあったんやなと思った時に、痛みが収まった以上のなんか価値があるなって。そうですよね、だってそれによってできなかったことができますもんね、これからね。その後ヨガしとった。ちょっとヨガやってみようかなと思って、ラジオ体操もできなかった。ラジオ体操 の、 あのこうジャンプするやつあるじゃないですか、でも痛くてできないんですよ。そうなんですね。ここの骨に負担かかるんで、じゃあ本当にそのスポーツ的なこと全然できない。そうですね。で、あの病院の先生にも、もう介護の先生にも、それはちょっともうあの走るのとかジャンプはやめてっていうふうに言われてるんですよ。走るのでダッシュとか普通に走、駆け足も、ジョギングもそう。生活で結構でしょ。そうです、ね、そうです。だからいつも私バス乗るんですけど、バスの時間危ないってなった時にいつも走ってるんですね。でも走ってるっていうのはかなり痛みながら、激痛で、それでも走ってるんですけど、さっきふって思って今日もその状況やったんですけど、痛くなかったんですよ。すごい。思い出してめっちゃびくのでふわっとかって、え、何とか、私今日走ったとかで急に思い出してなかったんです。すごいですね。セラピーの講座に毎月1回参加させてもらってるんですけど、その時にちょっとやってもらってるんですけど、だん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 回数重ねていくごとに針がなくなっていったりしてるから、骨の側弯は変わってはないんですけど、筋肉が痛んでる。筋肉、そうですね、まあ、見て分かるのは筋肉の張りが分かってたんですけど、それもちょっと落ち着いてってるみたいで、それぐらいスパインセラピーで体感することすごいなって。例えばですけど、一般の筋肉の硬さとか肩こりとか、そんなにも、もちろんそうですね。違法あるからね、これで聞くと言えないけど、言えないですよね、でも、すごい救われてる人はいろんなケースの人が救われてる。そうなんですよね。特別な対処だけじゃなくって、日常的のちょっとした、今までだったら我慢してたようなことを対処できるから、我慢か薬かの選択ではなくって、安全に癒しの選択ができる。それすごいですね。それでも何回もやっぱりやった方がいいですか？そうですね、回数は重ねた方がいいですね。重ねることなんか違う？違う、全然違う。そのやってもらう時も前回と比べてだいぶマシになってるけど、あれかな、いけるかな、自分でも効果体感するかなって思いながら受けてます、いつも。でもそのたんびに体感はあるんですけど、そのたんびにその針っていうのも落ち着いてってるのが、自分でもその施術してくれてる人も分かってくるから。すごいな、アロマすごいですね。いや、すごい、そんなにすごいと申しました。私あの過去に不妊治療してたんですね。体外受精まで顕微授精とかっていうのをしてて、それまでって家庭で、まあ、いろんな人にこれいいよあれいいよって言って言われますよね。すごく言われて、でいろんなものを試したんですけど、結局効果っていうのを得ることはなかったんですね。だから物に対してこれがいいよっていうのが、その
アレルギーみたいな、これがいいよアレルギーみたいなのやってたんですけど、アロマは妊娠とかそういう動向っていうよりかは、うん、いろんなことに体感させてもらえるものっていうのを初めて体感して、いやもうこんな素晴らしいものあるんやって、体感ってすごいですね。自分が体感するとね、人にも伝わるのかもしれない。そうなんですよ。で、その話をするたびにそれを思い出してちょっと興奮してるっていう、僕もその興味持ちましたね、それ、うん、何種類も多分そのアロマがあると思うんですけど、ね、やっぱそのどれがいいとかいうのはその都度変わるものなんですか？そのケースにもよって、うん、その使うアロマっていうのも変わってくるんです、ね、うん、じゃあ人によってこのアロマがいいよみたいなのが違う、ね、あ、そうですね、うん、なんか使ってたら、うん、あんまり考えずに使える調味料みたいな感じそう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 、いや、なんか難しい感覚があったんですよ。アロマってなんか資格取らないといけないとか勉強しないといけない、なんかそんなイメージですか？そう、そうなんじゃないんですよ、調味料みたいな、しかもそのスパインセラピーも、こう本当に塗るあれやから、でもこの塗るだけ、そうです、塗るだけです、ね、特にその技術が必要なわけでもない、全くないです。だから塗るだけなんで、だから子供でもできるっていうぐらい簡単なのにすごく体感を得られる。へえ、それはいいですね。なんかちょっとまあネガティブなことがすごく多かったんですけど、うん、ネガティブも切り替えれるように考えが変わったっていうのが、うん、今ちょっと喋っててびっくりしてるのが、うん、本当に2年前自分がその不妊治療してるっていうこともあまり言わなくって、うん、カットするじゃないけど、あんまネガティブなことを言わないみたいな、うんうん、で周りもなんか言い方で言うけど早物に触るみたいな感覚です。あ、そうなんだ。そこは触れたらいけない。全然そんなふうに言わないですね。そうそうそう。それをすごいオープンに喋ることがたびたびやっぱ見えてきて、うん、で今こうやって画面を通して言ってるってほんまにすごいなって全然、うん、全然早くなくて強くなって、うん、ちなみにそのそれって習えたりするんですか、その使い方っていうか。やっぱり学び続ける場所を、うんうん、が必要と一貫して、うん、で無料で、あ、無料なんですね。無料です、じゃないと生活に馴染んでいくものやから、何か特別にお金払ってとか、うんうん、なんか遠くまで行かないといけないじゃなくて、うん、いつでも学べる環境が必要と思うんですよ、ね、うんうんうん、だからそれで無料で、へー、週に1回この時間は開催っていうので、もう自由参加で参加してもらったりとか、うん、でこれからはオンラインスクールが始まるんですよ、全部無料です。すごいですね。やっぱり知るっていう機会を、のハードルを下げたいんです。なるほどね、でも大事だと思いますね、うん、そこは、うん、そうじゃないと特別な人がするものやとか、うん、私はやっぱり変わりたいとか取り入れたいって思った時にお金がなかった時代があったんですよ、うんうん、だからみんなが知りたいことと思うし、やっぱりこれからの時代に知るべきことと思うんですよ。そうですね、うんうん、薬、病院以外の守るツールをする、知るってこと、うん、考え方を知るってことです。そうですよね、いいね、うん、みんなができること、うん、で、みんなが参加できることを作っていきたいと思います。いや、素晴らしい、はい、ほんまに僕もほんまそう思いますよね。だから本当に今の医療以外のことでね、体に負担かけずに良くなること、こんなにあるんやろってことを皆さんに伝えたことを僕もやってるんで、ほんまに広がってほしいですよね。病気になってから張ってくれてやるっていうよりかは、やっぱり小さい不調で諦めてることめっちゃあると思って、ね、うんうん、今までだったらこの薬飲んでたけれども、うん、え、これで薬飲まんでよかったって、その体験を通して疑い、うんうん、え、じゃあ今までも何やったんだろうね。そう、疑うところが大事と思ってね、うんうんうん、疑いなくてやる、盲目的にやるんじゃなくて、子供のアトピーとか頭が痛いとか、今までやったお腹痛いとか、あとシミとかシワとかいろいろ悩みあると思って、うん、そこに何か一つでも感動したら、いろいろね、そうですね、学ぼうとしていくし、うん、うん、確かに、うん、ちなみにね、教えてっていう人が多分いっぱい問い合わせが来ると思うんですけど、うん、なんかここに聞いたらいいよみたいなのがありますか？直接例えば連絡してもらったりとか。そうですね、インスタさせてもらってる、うん、インスタの DM か公式 LINE。 はい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 、わ、はい、かりました。じゃあそこをリンク貼らせてもらう感じで、はい、そこから問い合わせしてもらうみたいな感じですか？はい、わ、はい、かりました。で、今日もね、いろいろ直接、あ、そうですね、あの実際の体験談として、そうですね、はい、そうですね、もし何かこう、はい、されてるんだったら、はい、インスタやってるんで、うんうん、そのリンク貼っていただけたら、あ、OK、はい、です、ありがとうございます。